GSC02620 から00648はヘルクレス座の12等星。太陽系から1400光年離れた位置に存在する。恒星 A と恒星 C の2つの天体からなる連星で A は太陽の1.18倍の質量を持つと見られている。また A の周囲を肯転する太陽系外惑星が発見されている。2006年に トランジット法によるサーベイを行っていた大西洋両岸系外惑星サーベイが GSC02620 から00648に太陽系外惑星トレイスマイナス4を発見したこの惑星は恒星に近い軌道を回る高温のホットジュピターで発見当時としては最大の直径と最低の密度を持つ極端な惑星でもあった2008年トランジット法によって 形外惑星が発見されていた14個の構成について小型望遠鏡による観測が行われた。さらに、スペインのカラルアルト天文台に設置された2.2メートルの反射望遠鏡によって3個の構成について追観測が行われた。その結果、GSC02620 から00648は他の2つの構成と同様に連星であることが明らかになった。 新たに発見された晩星は、主星から755天文単位の位置にある、橙色あるいは、赤色矮星で、天球上では、主星から1秒角ほど離れている。この発見により、主星と惑星のパラメータが再計算された。なお、晩星は、惑星との混同を防ぐため、B を避けて、C の名称が付けられた。ありがとうございます。